霊夢、これまで地球では何度も大量絶滅が起きているよな。そうね。一番古いものだと、オルドビス期末の大量絶滅だったかしら？お、よく覚えているじゃないか。感心感心。じゃあ、そのオルドビス期末の大量絶滅は、何が原因で起きたか知っているか？それは、あれよ、あれ、隕石の落下。残念。隕石の落下は、もっと後の時代の大量絶滅で唱えられている説だな。オルドビス期末では、別の説が有力とされているぞ。今回はこのオルドビス期末の、大量絶滅について見ていこう。どんな説があって、どんな影響があったのか詳しく解説していくぜ。それはありがたいわね。よろしく頼むわ。まずは、オルドビス期末の大量絶滅が、どんな出来事だったのか簡単に説明しよう。この出来事は、約4億4310万年前の、オルドビス期末からシルル紀初頭にかけて発生した、史上最大クラスの大絶滅イベントだ。史上最大クラスって、具体的にどれくらいなの？生物の約 85% が絶滅したと言われていて、この数字はペルム期末の大量絶滅の 96% に次ぐ2番目の規模なんだぜ。それはものすごい数ね。てっきり私は、恐竜が壊滅した白亜期末の大量絶滅が、一番規模の大きい絶滅だと思っていたわ。一番有名な大量絶滅が白亜期末だから、そう思っている人も多いだろうな。このオルドビス期末の大量絶滅も、霊夢が言った白亜期末の大量絶滅も、史上最も規模の大きい、5回の大量絶滅のうちの一つなんだぜ。あ、聞いたことあるわ。確か、ビッグファイブっていうのよね。おう、その通りだぜ。よく覚えていたな。このオルドビス期末の大量絶滅は約20万年続き、その間に絶滅のピークが2回もあったんだ。20万年で2回も？生物にとっては長く厳しい時代だったのね。1回はヒルナンシアン期の前期、2回目はヒルナンシアン期の中期のことで、多くの生物が絶滅したぜ。ちょっと待って、ヒルナンシアン期っていつのこと？約4億4520万年前から、約4億4380万年前の、オルドビス期最後の期のことだな。当時は複雑な多細胞生物の大部分が海に生息していて、海洋生物全体では 49-60% の属が、種レベルでは 85% に及ぶ種が絶滅したんだ。ものすごい規模だわ。具体的にどんな生物が絶滅したのかしら？大きな影響を受けたのは、フデイシア腕足動物などの定性生物だな。その一方で、放散虫の属は多少数を減らしたが、他の時代の大量絶滅と比べると、そこまで大きな影響は見られなかったぜ。放散虫ってどんな生物なの？放散虫はプランクトンの一種なんだが、他のプランクトンとは違い、示準化石として利用されるんだ。へえ、そんな生物がいるのね。ちなみにプランクトンは泳ぐことができない生物の総称で、放散虫は、その中のごく一部だな。プランクトンは水中を漂っていることから、定性生物よりも紫外線にさらされることが多く、大量絶滅時には、たくさんの種が絶滅した可能性が高いんだ。なるほど、プランクトンは水中の中でも水深が浅いところにいるから、紫外線の影響を受けやすかったんだわ。当時の海洋の分析から、オルドビス期末の生物多様性の減少は、種の進化の減少によるものではなく、主に絶滅の急激な増加によるものであると示唆されているぜ。多様性が減った原因は進化の減少ではなく、単純にたくさん絶滅したからってこと？そういうことだな。でも、どうしてこのオルドビス期末の大量絶滅は起きてしまったのかしら？よし。じゃあ次からは、この大量絶滅の原因について紹介していくぜ。実は、オルドビス期末の大量絶滅の原因は、はっきりとわかっておらず、いろいろな説が挙げられているぜ。あら、そうだったのね。どんな説があるのかしら？最も有力な説は、氷河期の到来で地球全体が寒冷化したことで氷河が発達し、海の面積が少なくなったことが原因というものだな。急に寒くなって、生物が適応できなくなったのか。そうだ。この説は霊夢の言った通り、急激な環境変動に、生物が耐えられなかったというものなんだが、寒冷化で生物が絶滅していった要因には、二つのことが考えられるんだ。一つは、そのまま寒さに生物が耐えられなかったことよね。ああ、その通りだ。もう一つは何かわかるか？わからないわ。もう一つは、氷床が多く作られたことで海水面が低下し、広大な内海が失われ、数多くの固有の生物の生息地が消失したことだ。ああ、浅瀬の海が凍っちゃって、そこで生きていた生物が絶滅しちゃったのね。そういうことだな。オルドビス期末には、ゴンドワナ大陸での氷床の急速な発達、寒冷化が確認されていて、
オルドビスキで2回確認されている絶滅期の中でも、特に前期は、約5億4100万年前から現代までの現世代の中で、最も厳しい氷河時代だったんだぜ。そんなに厳しい氷河期だったのね。でもそれはいつまで続いたの？オルドビスキの終わりとともに、この氷河期は終わりを迎えたぞ。当時、南半球のゴンドワナ大陸が南極点を越えたことで、大陸上に氷床が形成されたことがわかっている。当時の南極点であった地層から、表層があった岩石層が検出されているぜ。なるほど。現代ではどこに当たるのかしら？南アメリカ北東部や、北アフリカの地層だな。そんなところが当時は氷に覆われていたのね。暑そうな地域のイメージなのに。確かにそうだな。世界中の水が氷河になった後には、氷河期の中でも比較的温暖な、寒氷期と呼ばれる時代に水が解放され、海水面が激しく上下を繰り返したんだ。これは、氷床が発達する氷河期と、氷床が溶けて、水が解放される寒氷期を繰り返したことで起きたんだぜ。ああ、それは生物にとってはしんどい変化よね。そうなんだぜ。最初の水位の下降で多くの生息地を失った生物たちは、水位が戻ってきたと思ったら、また水位の下降を受けて、と翻弄され続け、大幅に数を減らしてしまった。これが現在最も有力な、氷床の発達説だな。なるほど。よくわかったわ。じゃあ、他の説も教えてちょうだい。次に紹介するのは、ガンマ線バーストの影響による説だぜ。ガンマ線バーストって何？ガンマ線バーストは、宇宙から来るまぶしい光のことだな。このガンマ線バーストのほとんどは、質量が大きい星の核が崩壊した時に発生する、高エネルギーの放射線と考えられているんだぜ。大きな星が爆発した時に、発生する光ってことね。ガンマ線バーストこそが、オルドビスキ末の大量絶滅の原因だった可能性があり、再び同様の天災に見舞われることも、あり得るとの研究報告もあるんだ。宇宙からの光で生物が絶滅しちゃったの？しかも、それがこれからも起こる可能性があるなんて、怖すぎるわ。恐ろしい説だよな。新しいコンピューターモデルで、シミュレーションしたところ、6500光年以内で発生した。ガンマ線バーストが地球に届くと、オゾン層を破壊して酸性雨を降らせ、地球寒冷化を引き起こす恐れがあるらしいんだぜ。地球が氷河期になっちゃうのは嫌だわ。寒いのは嫌だもの。そういう次元の話じゃないんだが。まあいいか。今回のシミュレーションによると、大規模なガンマ線バーストが、約10億年ごとに、地球への到達範囲内で起きる可能性も示唆しているんだ。あ、それなら、オルドビスキ末からまだ5億年くらいしか経っていないし安心ね。いやいや、あくまでシミュレーションの結果だから、もっと早いかもしれないぞ。怖いこと言わないでよ。まあ、この放射線は地球にまっすぐ向かってこなければ、影響はないから安心しろ。まったく、驚かせないでよ。でもこの説はそんなに高い信憑性があるの？そう言われると根拠となる証拠が少ないんだよな。ただ、一般に氷河期の到来が、大量絶滅の原因と考えられているが、その説には疑問の残る部分もあり、大量絶滅を伴わない氷河期も複数あった、という指摘もあるんだぜ。へえ、そうなの。っていうか、絶滅を伴わない氷河期なんてあるのね。しかも、オルドビスキの氷河期は比較的短く、わずか50万年ほどで温暖な気候に戻ったんだ。これはまるで、何か異常な出来事が氷河期を引き起こしたみたいだよな。その何かが、ガンマ線バーストかもしれないってことね。そうだ。このことについてとある研究者は、オルドビスキ末の大量絶滅の最中に、宇宙から何らかの衝撃を受けた時に匹敵する、高レベルの紫外線が、南極の上空で降り注いでいたことを突き止めているんだ。え？それってこの説の結構な裏付けになるんじゃないの？いや、残念ながら、紫外線が大量絶滅に直接関係があるという、明確な証拠にはならないから、あくまでも仮説なんだぜ。なるほどね。今までの大量絶滅の説とはちょっと違って、面白かったわ。続いては、火山活動を原因とする説を紹介しよう。火山活動はよくある説よね。そうだな。オルドビスキ後期の氷河時代の前には、大気の二酸化炭素濃度は、7000ppm から、4400ppm へ低下していたことがわかっているんだ。その二酸化炭素濃度の低下は何を意味するの？二酸化炭素は知っての通り、地球を温める温室効果ガスであり、濃度が下がったことで地球は寒冷化していったんだ。現代でも地球温暖化を止めるために、CO2 削減、って騒がれているものね。オルドビスキ後期を通して、大規模な火山活動が継続的に起きていたが、ヒルナンシアン期になると火山活動は停止し、二酸化炭素が急激に減少したんだぜ。これはオルドビスキ末の大量絶滅の期間と一致するため、火山活動が終わったことで、氷河期に入ったんじゃないかと言われているわけだな。なるほど。火山活動が暖かい気候を生み出していたってことね。
てっきり火山が噴火して、生物が絶滅しちゃったのかと思ったわ。逆に、火山活動のせいで寒冷化したという説もあるぞ。火山から吹き出した二酸化硫黄が、大気中で硫酸を生み出し、それが地表に届く太陽光を遮蔽して気候の寒冷化、そして氷床の発達に影響を与えたとも考えられているんだ。へぇ、火山活動と一言で言っても、いろいろな考え方があるのね。どちらにせよ火山活動の裏付けとして、オルドビスキ末の地層から、高濃度の水銀が見つかっているんだぜ。中国と米国で採取された水銀も、火山の大噴火により、地下のマントルに含まれていたものが空高く放出されて、世界中に広がり堆積したと考えられているな。大規模な火山活動が起こっていたことは、間違いなさそうだわ。また、この後に説明する有害金属が原因とする説も、火山活動に由来すると推論されているんだ。有害金属が原因の説もあるのね。詳しく教えてちょうだい。これは、海洋の酸素が減少したことで、鉛やヒ素、鉄といった海底の有害金属が水中に溶け込み、生態系に影響を与えたという説だな。海の化学成分に目を向けている説なのね。そういうことだ。海底にはもともと金属が沈殿しているが、栄養分の増加などによって、海の酸素濃度が低下すると、そうした金属が水に溶け出してしまうんだ。そういう現象を確か、不栄養化っていうのよね。おお、よく知っているじゃないか。現代でも問題になっているって聞いたことがあるし、栄養が増えるのはいいことだと思ってたから、すごく印象に残っているのよ。金属が海に流れ出すと、どんな影響があるのかしら？結果として、金属への接触が増えたプランクトンに、奇形化が起こったと考えられるんだ。この奇形化は現在の水生生物にも見られ、高濃度の有毒金属にさらされたという証拠なんだぜ。うわぁ、金属って生物が奇形化するほどの影響があるのね。でも奇形化って他の要因で起きたりしないの？お、いい質問だな。太陽光や pH 濃度、塩分濃度の変化などでも、海洋生物の奇形化は起きるが、オルドビスキからシルル期にかけての大量絶滅に、こうした変化が起きた証拠は、ほとんど見つかっていないんだぜ。じゃあこの奇形化は、有毒金属のせいで決まりね。ああ、その通りだ。極めて高濃度の有毒金属は、他の時期の大量絶滅においても、何らかの影響を及ぼした可能性があるんだ。確かにいつの時代に起きてもおかしくない現象ですものね。これらの金属類は、貝類の形成を阻害し、また魚、鳥、人間の体にも有害なんだ。鉛はあらゆる脊椎動物にとって有毒であり、ヒ素は癌の原因となるぞ。そんなものが、大量に海に溶け出してしまったら大変なことになるわ。海中の酸素欠乏が生じた理由は、完全に解明されたわけではないが、おそらくは窒素などの栄養分が増えたことで、植物の成長が加速し、酸素を使い果たしてしまったと考えられているな。なるほど。有毒金属の溶け出した量によっては、生物の環境が壊滅したとしても、おかしくないわね。そういうことだ。ここまで紹介した説が、オルドビスキ末の大量絶滅の原因として、考えられるものだな。たくさんの説があったわね。最初にも言った通り、最も有力なのは氷河の発達であり、融解した後も、海水面が上がり、生物の生態系に大きなダメージを与えたと言われているな。氷河の融解後、海水面が安定したことで、ようやく絶滅事変も落ち着きを取り戻し、生き残った生物群衆の中で、生物多様性が増加したんだ。生物たちにとって激動の時代だったのね。ところで、大量絶滅はどうやって終わりを迎えたのかしら？じゃあここからは、オルドビスキ末の大量絶滅の終わりについて見ていこう。かなりの規模の大量絶滅だったが、それも終わりを迎えることになるんだ。心の底から終わってくれてよかったわよ。長く続いた氷河期が終わって、生物の多様性が回復したのよね。ああ、シルル期の初期に大陸棚が長期間再び冠水したため、生命の多様性は回復し、生き残った生物の中でも、生物多様性が増加したぞ。やっぱり水は命の源ね。シルル期の生物群衆は最初に、より複雑ではなく、より広範囲に分布するようになったんだ。いろいろなところに生態系を広げていったってこと？そういうことだな。そして、オルドビスキの特徴であった、固有性の高い動物群は、現代でも見られるようなものへと姿を変えていったんだ。そういえば、シルル期から生物が陸上に進出し始めたのよね。このようにオルドビスキ末の大量絶滅事変は、ペルム期末や白亜期末の大量絶滅のように、長期にわたる爪痕を残したわけではなかったが、短期間のうちに数多くの分類群が、地球上から姿を消す出来事だったんだぜ。とっても勉強になったわ。地球で最初に起きた、オルドビスキ末の大量絶滅にはいろいろな説があるのね。ああ、大昔の出来事で、まだまだ謎が多いが、
最も有力なのは、氷河期の到来だったな。いつか謎が解き明かされることを祈ってるわ。それにしてもこの大量絶滅を乗り越えたからこそ、その後の時代や私たちの時代があるのね。その通りだ。生命の進化がそれだけすごいということだな。他の時代の大量絶滅についても、もっと詳しく知りたくなったわ。また解説してちょうだいね。